ホリエモンチャンネル。はあ、疲れたね今日も、はい、ホリエです。どうも、寺田由紀です。そして本日のゲストはですね、遊び場オーナーの小林はじめちゃんと、そしてはじめちゃんって言っちゃった、はい、はじめちゃんですはじめちゃんですはじめさんと、よっちゃんです。はい、それでは今日の質問です。任天堂がゲームというコアコンピタンスを崩さないのはもったいないというコメントを拝見しましたが、堀江さんは任天堂がどんな事業分野に進出するのがいいと思われますか？ヒットしているポケモン GO のノウハウを生かして、ゲーム以外での AR、VR サービスの開発などでしょうか、という質問です。はい、アーチェリーハントというゲームをですね、はい、私たちも体験してきまして、すごいね、うん、どうでしたか？いやー意外と難しかった。そうですね、うん、でもイベントとしては面白いよね、たまにやる分に、うん、いやウォーターサバゲーといい、アーチェリーハントといい、うん、いいっすね、うん、はい、なんかみんなで遊ぶにはいいよ、うんうんうん、なんかたまにねこういうとこ来てみんなでやるのは、うん、それはいいですね、うん、はい、質問の答え、いきます。私はこう答えました。すで、に広告業はできるよね、マクドナルドと提携したりしてるでしょう、普通にメッセンジャーとかにも使えそうだ、スマホだって作れるはずっていう答えましたが、うん、どうですか、ポケモン GO はやってますか？やってます。やってない。はじめちゃん、レベル何になりました？レベルっすか？ちょっとなんかお恥ずかしながらですね、20っすね。ほら、何ぼ？レベル24まで行きました。お全然わかんないですよ、ポケモン GO。 俺も全然やってない。ただ俺やってる人の応援してる。一般の人たちと違って、なんかどこ連れて行ってあげたりとか、一般の人たちと違って、なんか忍ばずの池とか行けないから、うん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 、行きましょうよ。行ったらミニ竜とかがいっぱいいたりとかするんだけど。忍ばずの池って昔、はい、俺いつもいたの、一人で。知ってるよ。あの一人で、うん、ボートで、うん、これぐらいの時期になったら、うん、あのボートを真ん中に浮かべて裸になって日焼けするの。風に流されてパッと起きたら、だいたいあのカップルが座ってるところにペチャペチャってそうですね、起き上がるのがすっごい恥ずかしくて、それで言いたいことは何かっていうと、ポケストップっていうあのポイントがあるんですよ。なんか記念碑とかそういうところに、だいたい美術館とかそういう公的な場所に設置されてるのがあるんだけど、それにあのルアーモジュールっていうのを引っ掛けられるんですよ。それが実は客引きにルアーモジュールいく100円ですね。あ、100円、100円なんだけど、そのそいつをポケストップってところに入れると、うん、その30分間ポケモンがすごい出やすくなるんですよ、うんうん、でそれをとあるポケストップがいっぱいある商店街がプロモーションで、うんうん、もう要は回転してる間ずっとルアーモジュールつけてたんですよ、うんうん、たらもう花びら大回転みたいな、花びらがこう見えるんですね、うんうんうん、そういうところがあのポケモンが出やすいから人が集まるんですよ、うん、そういうのをあの反則手段としてやってるところは結構あるんですよね、うんうんうん、でもまああの なんていうかな、任天堂以外でも別の事業に転換できる技術っていっぱいあるじゃないですか、うん、なんかそういうのどん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 なんか柔軟にやっていけばいいな。ポケモンがヒットしたらこれ何でも乗っけられるよねって話を昨日、うん、さっきしてたんですけど、うんうん、だって妖怪ウォッチはそのままじゃない、うんはい、うん、妖怪ウォッチも去年ぐらいまで子供もうすごかったですね、猿のようにやってましたよね、うん、昔ね、なんかあの地方創生とか、うん、あのインバウンドがまだ話が出る前ぐらいに僕は桃鉄をゲームにしてくれ、リアルゲームにしてくれって、でもね、リアル桃鉄ってやってる人いますよ。あ、やってるんだ、うん、なんかそれをゲームであって、なんか行くたびに、そこで何か変えたりとかしながらこう 旅も楽しめたりとか。もともとコロプラって会社それやってたんですよ。あ、そうなんだ。うまくいかなかった。桃鉄じゃないけど、まあ、ちょっとだけちょいやられてたぐらいな、うん、でも桃鉄がいいんじゃないですか、うん、あのバンダイのみんな桃鉄やったら、ね、はい、入り込みやすいじゃないですか。いや、でもこれドラクエ GO が出たらどうなると思います？やばいっすね、それやばいですね仕事しないっすね。あ、ドラクエになったらちょっと俺もやるよ。はい、まあなんかちょっと意見は出てたので参考にしてみてください、はい、ではカメラに向かって告知をお願いします。何かこの場所とか、はい、告知を、はい、アーチェリーハントぜひ来てください、よろしくお願いします。はい、はい、ぜひ。アーチェリーハントって常にやってるんですか、ここで？はい、常にじゃないんですけれども、うん、あの遊び場のウェブページから予約ができるので、うん、日程とかそちら確認していただけると、イベント日とかがあって、そのイベント日に来れば来れるってことですね、はい、そうです。普段
ちょろっとここに来てもできないってことね。そうです、うん、あ、じゃあ予約をね、予約、はい、そうですね、予約、ぜひ予約していただいて、ぜひ皆さん予約してみてください、はい、お願いします。そして寺田ですね、9月21日から25日まで舞台恋とか愛とかカッコ仮という舞台に出演しますので、ぜひよろしくお願いします。はい、本日もありがとう。ですね、あ、まだいつも忘れるやつだ。面白いと思った方、チャンネル登録お願いします。そしてですね、堀江さんの意見が賛成か反対かアンケート取ってますので答えてみてください。メルマガに登録すると堀江さんに、質問に答えてもいただけますので、ぜひ皆さんメルマガ登録お願いします。ということで、はい、本日もありがとうございました、はい、こちら。描いてた私になれる、もうずっと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 願う。メルマガ登録はこちら。チャンネル登録もよろしくね。どう？